マジか。というわけで、ミンサガは雑魚敵とね、戦っちゃいけない、なんと、メタルギアソリッドシステムをね、採用してるらしいです。マジか、メタルギアサガ。じゃあね、メタルギアサガをね、やっていきましょう。いやね、ノーキルノーアラートもね、まあ余裕ですかね。というわけで、今ね、城の周りを敵に囲まれて、一大事。敵よ！というところですね。いや、かなり大量の敵に囲まれてたんで、相当ピンチなんじゃないかと思ってるんですけども、いやただ、門番がね、ゴブリン1匹投資はしないって言ったんで、まあ、大丈夫なんじゃないのかなと思いますね。お、出れないそっか、アルベルト1人で立ち向かうのはさすがに酷というものか。いやでも門番頑張ってるだろう。本当にゴブリン1匹通ってきてないんだが、すげえな。そしてね、ディアナ様が早速活躍しそうなんで、まあ、ついていきましょうかね。ディアナ様がさ、最初に仲間になった時に服を脱がしたじゃん。そしたらさ、コメントで「それじゃ成人の儀式の意味が変わってくる」ってコメントがあってくっそ笑ったわけだが、確かにな、アルベルトの成人の儀式ってそういうことじゃないな。そしてこういう話をすると早速ね、女性視聴者がゼロになるんだな。いや、やめとこう。自重しよう、自重しよう。そしてね、そんな話をしている場合ではない。喋ってくんない？ルドルフ様、マリア様は我々がお守りします。いや、私が皇太子にね、誓ったんですよ。命に変えても守ると。かっこいいな、かっこいいけどさ、お前ら死亡フラグにしか聞こえないぞ、それ。モンスターの大群に襲われている。不意をつかれて危険な状態だ。確かにな。監視所からの報告はなかったのですか？全くなかった。まるでモンスターが地面から湧いて出たかのようだ。ともかくお前たちは城を脱出してクリスタルシティへ行き、ナイトハルト殿下に救援を求めるのだ。父上、私もここで戦います。バカ者、お前は殿下に誓いを立てたではないか。ディアナと共に行け。お父様、お母様、さあ行け。お？隠し扉か。いやさ、アルベルトさ、結構なんか頼りない青年なのかと思ったんだけど、意外となんかね、男気あるね。振ってるでしょ。おお、早速プレイヤーノートにね、クエストが追加されてますね。クリスタルシティに行き、ナイトハルト殿下に、救援を求めようということですね。よし、じゃあね、やっていきましょうか。ああ、この後ろが開いたのか。いや、なんかさ、それよりさ、宝箱が見えてさ、すごい気になったんだけど、あれあれさ、父上のさ、へそくりなんじゃないのこれ。あ、いるいる。こちらから脱出してください。変な仮面をかぶった青年。これ絶対へそくりだろう。あ、へそくりすげえ。2000金もあるへそくり。いやでもただ、まあ城の主のへそくりが2000金ってのもどうかと思うが、はてな。ああ、城の裏口に映してんのか。いやでもなんか2人だけ逃げるっていうのも、何姉さんだけでも逃げて。何を言うの、あなたこそ逃げなさい。僕には殿下との誓いがあるんだ。ローザリアの貴族として恥ずかしい真似はしたくない。私もローザリアのバラ騎士よ。一人で逃げるなんてできないわ。一緒に戦いましょう。分かったよ、姉さん。新手のモンスターか。あの声はドラゴンかも。この子だけでも逃がさないと。必ずナイトハルト様のところへたどり着くのよ。えっ、アルベルトが逃げる時間を稼がなければ。ディアナ様、我こそはローザリアのバラ吉にして、イスマス公ルドルフが娘ディアナ、いざ参る。かっこよしいるだが、その絶望の顔は。いや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 、レッドドラゴン、選択できません。逃げれない。いや、そうだよね、弟が逃げる時間を稼がなきゃいけないんだ。マジか。いやでもできるだけ時間を稼がなきゃいけないけど、これ勝てるのか。ああ、火炎のブレス、まずない。母上、嘘だろう。姉さん、よかった、気がついたのね。あ、ダメよ、まだ寝てなきゃ。私はモニカっていうの。あなたは？私は、ああ、いいのよ、人それぞれ事情ってものがあるからね。ご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。はい、というわけでね、ディアーナ様がアルベルトの身代わりになって、亡くなられてしまいましたね。ご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。とりあえずモニカさんの家まで来たが、ここはどこなのか。行かなきゃいけないのは確かクリスタルシティですよね。なんか一応隠しアイテム的なものもあるみたいなコメントがあったような気がするんですけど、ちょっと待って。一応ね、調べていった方がいいんですかね、こういうところは。この付近の地図よ。きっと役に立つわ。ローザリアへ行きたいんでしょ。ブルエーレまで行けばヨービル行きの船に乗れるわ。ローバンの兵隊には注意してね。いろいろとありがとうございます。うわ、なんか いろいろ用語が出てきて分かんなくなってきたが、とりあえずはブルエーレヨーバンちょっと待ってミジンコの脳みそしかない俺にはちょっと3つくらいのワードしか覚えられないぞこれは。あ、なんか綺麗なお姉さんがいた気がするけど。よし、じゃあね、マップをもらったので、かっこいいんだが、なにこれ。あ、移動しちゃったの？いや、俺は今、モニカさん家の周りをいろいろ探索したかったんですけど。展開早いな、ブルエーレに来ちゃったよ。待って、今ここがローバーンっていうのがローザリア王国との境目に位置する戦略上の重要拠点、町を治めるローバーン公コルネリオは野心家で知られている。そして今飛んできたところが違うか、ブルエーレから飛んできたのか。あれ、待って俺のちょっと待って、バカなやつがバレるぞ俺は。ああ、そうだ、このお姉さんがいるとこ。まずこの町から探索していきたいよね。お、そこモニカちゃんちじゃん。モニカちゃんちって何？町の外にあったの？まあいいか。とりあえずね、この辺りをね、入れない。嘘だろ、FF ドラクエみたいな他人の家のものを勝手に持ち出すシステムは搭載していないのか。良心的だな、ミンサカは。ここは何かな？いらっしゃいませ。お、アイテムショップだね。金を使って、いろんなアイテムをね、買うことができます。あ、そうだ、説明書に書いてあったね。3つの流通ルートっていうのがあって、なんかその、ショップレベルっていうのを上げなきゃいけないんですよね。で、説明書曰く、そのショップレベルっていうのは、こう、どれか一つにね、絞って上げていくのがいいよみたいなことが書いてありましたね。これで言うと、70、120、110って書いてあるんで、真ん中のなんだっけ、青龍でしたっけ。青龍が上がりやすいってことなんですかね、ここで買うと。さあ、それで合ってるのか。買うか、結構高いよね。いや、ちょっと取っとこうかな、お金は。いろいろ見てから買うかどうか決めましょうか。あ、そうだ、売ってみようか。いらっしゃいませ。ああ、ジャガンの魔除け100均にしかならないんだ。それはなんか取っとこうかな。100じゃね、結構ね、売る意味ないよね。通り抜けていく。なんか体が光ってることも発見したんだけど。おい、君は冒険初心者だね。いかにも。義勇軍に声をかけないとは全くの初心者だね。すまん。よろしくお願いします。地図がよくね。ちょっとこの生意気な子供にはね、しつけっていうのが重要だね。おい、地図よこせ。地図よこせ。あっち行け。あ、意外と何も言ってくれないんだね。これで地図をゲットしたわけですかね。ここにあるのは、いろいろあるな。とりあえず片っ端から全部行ってみるか。どけ、邪魔だ。うわ、貴様、一層のものだな。ちょっと来い。これが年功序列。ちっちゃい子にひどくしたらおじいさんにひどくされるっていう。注意しろってそういうことだったの。まさかの牢屋から始まるの？捕まっている場合ではないのに。まさしく。どういうこと？宝箱サーチとかしてみる？あ、バツボタン押せない。まあでもね、こういうところはね、結局ね、裏口があるっていうのはね、定番ですからね。まあこういうところを調べれば、ほらね、ほらね、ほらね。あれ？ないな。ちょっと待って待って待って。いや。この壁。ほらな。動くぞ。決まってるんだって。オッケー。呪い？なに。今何か聞こえたぞ。誰かが呪いをかけているみたいだ。一体誰に？いや、今はそれどころではない。一刻も早くクリスタルシティへ。うわ、なんか裏の動きがいっぱいありますよね。モンスターを召喚してた赤い人が誰かっていうのもわかんないですもんね。なんかあの辺でいろいろ権力とか陰謀とかが渦巻いてるんですかね。そして何、牢屋が民家に繋がってるって、なんかここの民家怪しくねえか。ここの民家ってさ、モニカちゃん家じゃないの？違うな、びっくりした。モニカちゃん家が牢屋と繋がってるのかと思ったよ。こういうの話しかけちゃいけないのかな。客か。クラス修練をしたい。マップアビリティを覚えたい。お店か。ここは修練所ですね。ジュエルを使用してスキルを覚えられるところか。これはやりたいな。クラスの認定、クラスの、とりあえず修練したいよね。割に安いな。レイピアあげたいな。レイピアあげたいから、帝国正義士の修練もやりたい。魔法か。魔法どうしようかな。魔法もあげた方がいいのかな。森の番人。いや、これいらないだろう。サーチスキルでも、サーチスキル欲しいか。剣士の修練。うわ、迷うな、これ。でもさ、帝国聖騎士の修練がさ、一番アルベルトっぽいよね。これだけやっときゃいいんじゃないのかな。とりあえず、これ、帝国聖騎士をやっとこうか。光魔術と、レイピア覚えたね。で、2にもできるのか。結構高いな。どうしようかな。クラス認定してみる？ちょっと待って。いきなり無職名乗るわけにいかないだろう。無職名乗るときは犯罪する前って決まってるんだよな。うわー、使いどころだよね。ジュエルってね、結構使っちゃっていいのかな。まあいろいろあるかもしれないんでね、一応街くらいは次の街にもね、行けるようになってますし、まあいろいろ、とりあえず回ってから決めることにしましょうか。で、これがマップアビリティ。マップアビリティっていうのもよくわからないんだよね。マップで使える専用アビリティ。最大5つまで冒険に持っていくことができます。なるほどね。使うとジュエルをゲットできるってことはどんどん使っていった方がいいのかな。仕掛けサーチ。うわー、なるほど、そういうことか。欲しいよね。こういうのないときっといけないところとかあるんだよね。敵に襲われなくなる。超欲しくない？そもそもさ、敵から逃げるから警戒はいらない気がする。だからきっと仕掛けサーチを覚えて、クライミングを覚えて、ジャンプを覚えて、忍び足を覚えておけば、警戒はなくてもいいんじゃないのか。この考えは間違っているのか。これで、マップアビリティですかね。やっぱり、忍び足欲しいよね。ジャンプして、クライミングしながら仕掛けもサーチすると、ちょうど5個ですかね。そしてここが術屋さんですかね。ムーンライトヒールっていうのがあるね。これ結構いいんじゃないのかな。欲しいな、ムーンライトヒール。防御。これも高っ。高いな。ムーンライトヒールは欲しいけど、ちょっとこれもメモっとこう。あれマスターが喋ってくれない。あれか、俺の未成年には酒は飲ませないってことか。優秀だな。あ、これオープニングで出てきた人じゃん。一人旅ですか。山崎正義。私が語る物語を聞いていきませんか。あ、聞く、聞いてく。まだ人間がこの世に生まれて間もない頃、悪しき三柱の神がいた。です。ツァルーイン、シェラハン。兄のデスは死を司り、冥府の亡者を率いる死者の王。弟のサルーインは憎悪を司り、邪悪な魔物を支配する破壊の王。妹のシェラハは暗黒を司り、強力な魔力を誇る闇の女王。彼らは恐ろしいモンスターたちを率いて、神々と人間たちに戦いを挑んだ激しい戦いだった。神々の王エロールはディスティニーストーンを作り、英雄ミルザに与えた。悪しき神々は敗れ、サルーインはディスティニーストーンによって封じられた。ミルザは命を落としたが、彼と王石の物語は永遠に伝説となったのだ。 The End。 はい、というわけでね、なかなか説明書にもね書いてあったことですけどね、なんかさらに詳しくこの人がねいろいろ話してくれるってことなんですかね。楽しみですね。私の技を見てみないかい？サービスするよ。ちょっと未成年なんすけど大丈夫ですかね。あ、かわいい。あ、パーティーになった。超嬉しいんだけど。なに。うわ、なんか怪しい顔してる。絶対アルベルト君騙されてるよこれ。大丈夫かな。なんで脱がせられないんだけど。ディアナ様は脱がせられるのに女闘士は脱がせられない。何の差があるんだこれは。そうなんだ。あ、でも仲間が増えたのはすごい心強いんじゃない？そこそこ強そうな気もするし。やった。いや、いきなり旅が楽しくなりましたね。いや、でも楽しいなんて言ってる旅じゃないんだけどな、本来は。どけ、邪魔だ。どけ、邪魔だ。何それ、なんかさ、すげえ変なパーティーに行きそうな仮面かぶってる老人なんだけど、ド変態じゃねえか、マジで。いや、ほんとなんだ、ここ、ド変態の街だな。若者に厳しいし、嫌いだ俺は。いや、めっちゃマイル溜まりそう。超移動してるからな。そしてここが、ブルーエール、ブルーエールちょっとなんかそんな感じのとこですね。あ、これあれじゃない、義勇軍じゃない。超義勇軍光ってるんだけど。おい君は冒険初心者だね。いかにも。義勇軍に声をかけないとは全くの初心者だね。いや声かけたじゃないですか先輩。やっぱここのさ、世界はさ、若者に当たり強くいけっていう世界なのかね。基本命令口調だもんね。あっち行け。じゃあここもね、まあ、船に乗るのかな。で、その前には、店はね、全部回っておきましょう。おお、また銀融詩人さんじゃん。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。言いにくければ、私から言ってあげますよ。いや、そんなことないって。一曲いかがですか？いや、大好きですよ、女闘士さん。あ、一応聞いてみようか。あなたと旅をすれば、いい歌が作れそうです。ご一緒させていただきます。ってこと？嘘でしょ、仲間になったの？いや、仲間にする気なかったんだけど。うわ、マジか、銀融詩人仲間になったんだけど。いや、軍友詩人っていうのはさ、隠れるしかできねえからさ、無能なんだよな。うわー、でもなんかかっこいいか。ちょ、帽子かぶってるからわかんねえな。いや、やっぱさ、女闘士さんがさ、めっちゃ可愛いんだけど、何これ。超タイプだわ。でさ、なんかここにもさ、ここにもチラ見してる人がいるんだけど。私の術を見てみない？サービスするわよ。怪しい。怪しいけど騙されたい。やったー。いやー、楽しい旅になりそうですね。いいね、術師。あ、そうか、これでフォーメーションが組めるんじゃないのかな。よっしゃね、術師さんを一つ避けてみましょうか。よし、これでいきましょう。よし、そしたらね、クラス修練でもう一個くらい上げておきましょう。帝国聖騎士修練だね。ジュエルは、まあ、このくらいまで使ってもいいのかなと、思います。いいね、クラス資格獲得。聖騎士になったんだけど。聖騎士ってこんな勝手になっていいもんなのかな？うわ、次高い !468 だって。じゃあ、聖騎士を名乗りましょうか。いいねー。いい身分が、いいクラスがついたね。帝国聖騎士。やっぱ FF の犯罪者とは違えな。まだ言うかって話だけどね。さあ、そしてマップアビリティも結構新しいのが売ってるみたいですね。一応ね、このステルスとかは結構重要なんじゃないのかなと思うので、まあ、不意打ち以外を買っておきます。いらっしゃい。そしてね、これですね、ムーンライトヒール。結構ね、回復は重要な気がするので、ね、死んでもね、回復で生き返らせることもできるので、まあ、これは買っておこうかなというふうに思います。アルベルト君にね、覚えさせましょう。さあ、お金も結構減ってきたので、まあ、装備系はね、ちょっと次回まで取っておこうかなと、買わずにね、思いますね。さあ、これで、進めていきましょう。いやいや、ディアナ様いない？違うのかな？お姉ちゃん、僕だよ。絶対そうな気がするけど、でも生きてたら、なんか弟に連絡くれるかな？あれ、何？シルエットが似てるだけ？いや、でもあの肩幅のデカさはお姉ちゃんだろう。いや、絶対そんな気がするんだけど。うわ、生きててくれたら超嬉しいな。ちょっとあれか、もう船に乗るくらいしかね、やることないんですけど、宿屋でね、セーブができるらしいんで、セーブをね、しておきましょう。しかもね、お泊まりですか？休憩が0円っていう優しい世界。よーし、そしたらね、船に乗っていきたいなというふうに思いますね。いいね、いきなり船に乗れるっていうのも、やっぱさ、船とか飛空艇とかっていうのはさ、結構夢広がるよね。ワクワクするんだけど。いや、マップも綺麗ですよね。そう、ミンサガってさ、ロマサガ1のリメイクらしいですね。だから原作は相当古いんじゃないのかな。ローザリア王国へは、ヨービル行きの船に乗るといい。ありがとう。ヨービルまでです。船に乗るかい？まさかお金と、あぶねえ嘘、ここでお金使いすぎたらさ、積んでたんじゃないのか？危ない。じゃあとりあえずね、ヨービルまで行きましょうか。なんかのどかな音楽が。いや、でもさ、俺はさ、 RPG の基本知ってるぞ。主人公が船に乗るとな、大概な、船がモンスターに襲われるか、クラーケンが出てくるか、沈没するか、よくわからないマップにない孤島に着くか、どれかだな。その荷物は大事なものなのですか？何なんだろう。うるせえ、あっちへ行け。絶対なんかあるじゃん。ほら、そうだと思ったよ。嵐来るんだろう。絶対ナンパするわ。天下姉さん、よかった、気がついたな。そうさ、アルベルトさ、この展開さっきから多くない？まだ寝ておれ。わしはガト、バルハル族だ。この村の長をしておる。バルハル族、ここはバルハラントなのか？嘘だ。嘘など言っておらん。ここはバルハラントだ。失礼しました。疑ったわけではありません。ただ自分の運命が信じられなかったのです。ヨビル、ローザリアへ向かっていたのに。ローザリア、北にはそういう国があるらしいな。かつてバルハル族の中には北へ北へと移住していったグループがあった。その子孫が北の国々で暮らしているらしい。お前の神はわしらによく似ておるな。私がバルハル族の子孫だと？そうかもしれんというだけだ。お前一人だけが生き延びたのも、何かそういうものに守られておったからかもしれん。ところで、ローザリアへ行く方法はありませんか？名前もよく知らぬ国だ。わしにはわからんな。少しは元気になったみたいだね、坊や。坊や？助けていただいてありがとうございました。また洞窟にモンスターが住み着いたようだ。退治してくればいいんだろ？分かってるよ。私も行きます。私も連れて行ってください。皆さんに受けた恩を返さなければなりません。これはさ、坊やかと思ったら言うことは一人前の男だね。気に入ったよ、一緒に来な。そうだよね、圧倒的不人気、主人公の中で最も使用者が少なかったシフさんじゃないですか。いやー、お姉ちゃん以上に肩幅がある人初めて会ったよ僕。はい、というわけでね、一応シフ仲間になってない。あ、な、え、あ、え、そうか、あんなにいたパーティーが無残にも全員いなくなってしまったのか。うわー、切ないな。でも銀融詩人とかまたどっかで会えそうな気がしますね。いや、そしてシフさんが仲間になりましたね。はい、というわけで今回はここまでにしましょう。次回はね、シフさんと共にまたね、モンスターをメタルギアソリッドで避けていくっていうパートになるかなと思います。いや、マップアビリティ結構充実したでしょ。忍び足ストレスあるんで、なんとかなんとか戦闘回数ゼロでボスまでね、たどり着きたいと思います。では皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。